フェルナンドでアウストリアは、スペインの王子、数キ教、スペイン領ネーデルラント総督、アンブロジオスピノラ氏後のスペインハップスブルク長においては、最良の軍事司令官であったとされる。スペイン王フェリペ3世と、非、マルガリータの罰子として、エスコリアルで生まれた。兄はフェリペ4世、姉は、フランス王妃、アンヌド・トリッシュ。 神聖ローマ皇帝フェルディナント三世妃マリアーナ。父の願いから聖職につき、1619年にトレド大司教となり、すぐに数奇教王子の称号を授かった。通常の聖職者とは違い他の王族同様政治、活動を行っていた。1630年、おばのネーデルラント総督イサベルから後継者に指名されたため、フェルナンドはネーデルラントへ移った。 30年戦争では、同族のオーストリア・ハプスブルク家を助けて1634年に、母方のいとこで、姉マリア,アナーナの夫フェルディナントとドイツで合流、ネルトリンゲンの戦いで、スウェーデン・ハイルブロン同盟に勝利して、ネーデルラントへ出港したが、オランダとの80年戦争及び、フランスとのフランス・スペイン戦争では、オランダ・フランスの攻勢に押されて、ブレダをはじめとするいくつかの拠点を失った。 フランドル戦線からポルトガルの独立運動を鎮圧するための部隊を引き抜かれたことも痛手となった。当時のスペイン軍は資金面で問題を抱えており、戦術面でも不評を中心とした戦闘から陛下複合による戦闘へと移行しつつあった時期であったので、かつて無敵を誇った正強な陸軍の優位性は失われつつあった。しかし彼を最も苦しめたのは、 スペイン宮廷からの中傷であった。最終的にフェルナンドは病となって32歳でブルッセルで休止した。命病が原因と伝えられているが、当時は毒殺されたと噂された。遺体は1643年に古国スペインへ移送された。ありがとうございます。